片岡千恵蔵3月30日から1983年3月31日は日本の俳優。本名は植木正義。戦前、戦後期にわたって活躍した時代劇スターで、同時代のバンドをつまさぶろう、大河内伝次郎、嵐勘十郎、市川歌右衛門、長谷川和夫と共に時代劇六大スターと呼ばれた。出演作品は300本を超える。 戦前は、片岡千恵蔵プロダクションを設立し、稲垣博伊丹万作の両監督とコンビを組んで、傑作時代劇を多く生み出した。戦後は、東映の重役スターとなり、亡くなるまで第一線のスターであり続けた。終戦直後の GHQ 占領時代には、近大地康介やタラオ友いなどを演じ現代劇でも人気を得た。当たり役に、 入れ墨法案の東山金四郎など、長男の植木元春、娘の植木知恵は子役で、東映時代の知恵像と共演したが、その後引退。三男の植木吉春は、日本航空の元操縦士で、同社の専務執行役員を経て、代表取締役社長に就任した。四男国晴れもに、一般人。1903年3月30日。 群馬県日田郡矢部塚本町に生まれる。幼い頃に母親を亡くし、東京市の水道局に勤務していた父の住む、麻布区ダン市町に移り住む。やがて、麻布小学校に入学するが、芝居好きの父親の影響で芝居に熱中していた。1912年、9歳で11代目、片岡二左衛門主催の片岡少年劇に入門。片岡東八郎を芸名に、まさ座の 中心蔵で初舞台を踏む。やがて仕出しから座頭に進み、菅原伝授手習い官車引きの松尾丸を師匠譲りの当たり芸とした。少年劇解散後は、二座絵門の直門となって、片岡千絵像を名乗り、1923年2月に、明治座で七代目、市川中社と市川千代之助の工場で名題に昇進した。野号は、松島屋で、 意外つ道中期の高田大内期、上越盾両面館のおさん、関白、秀デの不破万作などを当たり役とし、師匠にも可愛がられる存在となっていた。しかし、門伐制度に強い不満と不安を感じていた。同年、婚意にしていた師匠の紹介で、小笠原プロダクション制作の三色すみれに、植木新の名で出演。これが映画初出演作となった。この後、 松井松葉から映画会入りを勧められ、松竹蒲田撮影所への入社が内定していたが、撮影所長の野村薫織亭が、下鴨撮影所に移ったため、里汰みとなり、再び師匠の下で舞台を続けていた。しかし、歌舞伎界の飲酒を嫌をする気持ちは、一層強まり、市川小太夫の誘いで、 畑中昭波の進撃協会に出入りするも、進撃の舞台に立つ機会も得られず悶々としていた。1927年、連合映画芸術家協会を設立していた、直木35の紹介で、牧野正蔵の牧野プロダクション五室撮影所に入社。嵐勘十郎より1日早い入社だった。これ以降、片岡千恵蔵を名乗り、同社出演第一作の、万花地獄で、 初主演した。その後は、牧野の美剣シスターとして、剣撃映画に出演したが、本人は、チャンパラはあまり得意でなかったと告白している。1928年2月、中根儀列実録中心蔵で、監督の牧野が、以前の約束を破って、浅野匠頭役に、諸口19を起用したことで、牧野と衝突。服部一郎エモンの役を当てられたが、 これに不満を持った知恵像は、牧野脱退を決意した。国志無双右は、山田鈴。同年5月2日、牧野を退社し、5月10日に、片岡知恵蔵プロダクションを創立。伊藤大輔の推薦で、伊丹万作と稲垣博監督が設立に参加し、第1回作品の天下太平記以降多くの時代劇を連発する。 翌1929年1月15日、京都の佐賀野に知恵プロ撮影所を完成、5月21日日活と提携した。知恵プロでは、伊丹、稲垣良監督を中心に、チャンバラに頼らず、主人公の人間ドラマを、主とした、明朗快活な作風の時代劇が多く作られた。言葉も、現代語で、斬新な手法を使い、 これらの作品は曲げをつけた現代劇と呼ばれて、日本映画界に新風を巻き起こした。稲垣監督の、放浪三昧、押し旅、日記、一本型など表入り、八太郎笠、さ、伊丹監督の、あだうちルテ国志無双、武道大館、赤西垣田、牧野正弘監督の、白夜屋の共演、伊藤大輔監督の、堀田隼人、山中灘男監督の、風流活人博士など、 数々の名作、佳作を送り出し、うち17本の作品が、キネマ旬報ベスト10にランクインされた。1937年4月、松五郎、乱れ星を最後に知恵プロを解散し、全従業員と共に、日活京都撮影所に入社する。同社では、牧野正弘監督のオペレッタ映画、ユアンヤン歌合戦などの佳作に主演し、1940年からは、 吉川英治の大作を映画化した宮本武蔵シリーズで武蔵を演じた。戦国まとい公開当時のスチル写真。右が知恵像、左は市川歌右衛門。1942年、日活が戦時統合により大英となり、知恵像はそのまま大英所属となった。当時、大英所属のバンドをつまさ嵐勘十郎、市川歌右衛門と共に、 時代劇四大スターと呼ばれ、同社第一作の維新の曲や、その二年後のかくて神風は服で共演した。戦後は GHQ の占領制作によりチャンバラ映画の制作が禁止されたため、現代劇に活躍の場を移す。1946年、松田貞治監督の七つの顔で七つの顔の男、藤村大蔵を演じ、彼の当たり役となりシリーズ化された。 工業的にも大成功し、高等無形なエンターテインメント作品として人気を得た。1947年、牧野光男に頼まれて、東横映画の作品に出演。三本指の男、日本 G メンがそれに当たるが、前者では、近大地光介を演じ、藤村大蔵と並ぶ当たり役として、東横時代に四本、東映時代に三本が作られた。後者は、 おとり捜査官の活躍を描いたギャングアクションの第一作で東横で計三作のシリーズが制作された。1948年10月、大英京都撮影所で大英系映画監視大会が開かれ、社長の長田正一は挨拶で、たらんないものなど幕愛のつなぎであって、我が社は今後もっと芸術性の高いものを制作していく所存である。と言及。 この発言に、チエゾが激怒し、わしは何も好き好んで、こんな口頭無形の映画に出ているのではない。幸い工業的に当たっているので、大英の経営上のプラスになると思ってやっているのに、社長の地位にあるものが、幕愛のつなぎの映画とは何事だ。もう伴え撃ち物は、絶対に取らない。大英との契約が切れたら再契約しない。と言明し、長田とチエゾの関係は決裂。 これを機に、久吉武らと共に、東横映画への移籍を決意した。同年に大英を退社。翌1949年に、東横映画へ移籍した。1953年1951年、東横映画は、大野泉映画と東京映画配給株式会社に、九州合併され、東映株式会社に、称号変更。知恵像は、 東映京都撮影所で市川歌右衛門と共に重役スターとして活躍を始める。当時、知恵蔵は京都の山の手に住んでいたことから山の温帯と呼ばれた。歌右衛門と共に東映時代劇の重鎮として活躍し、東映時代だけでも130本ほどの作品に出演している。東山金四郎演じた入れ墨方眼シリーズは15作制作され、 戦後の18番シリーズとなった。また、新春オールスター映画の任侠清水港、任侠東海道、任侠中仙道で清水次郎町、内田トム監督の大菩薩峠で机龍之介、中心裏物で4度大石倉之介を演じ、それぞれ当たり役としている。1953年には藤村大蔵シリーズが片目の魔王で、 パラオ番内シリーズとして復活し、東映で九作、通算で13本制作された。一方、内田監督の、ちやり富士、何はの恋の物語などでは、多年のキャリアを生かして、演技にも演じ組みを加えている。1960年代頃からは、若手スターの中村金之助や大川橋蔵らに、主役の座を譲って、脇役を演じることが多くなったが、 東映時代劇の衰退で集団構想時代劇として制作された13人の資格では主演し、路線転向後の人気映画でも脇役を演じ、千葉慎一主演のオールスター映画日本暗殺広くでは井上日章を演じた。1971年に四守法章、1977年に君四等、極日賞受章を受章。1 9 7年、 巡航引退記念映画関東日桜一家を最後に映画界から遠ざかり、テレビドラマに活躍の場を移した。軍兵衛、目安箱、世直し、武行などに主演し、加藤剛主演の大岡越前では、大岡忠孝役,役で貫禄ある演技を見せ、千葉真一主演のホームドラマ、七色トンガラシにも出演した。1982年、腎臓病の悪化で、 東京時計会科大学附属病院に入院したが、翌1983年3月31日、人不全のため死去。80歳没。東映では、彼の長年にわたる多大なる貢献を称えて、4月15日に、車窓を行った。1927年に、奴を踊った際に、 感触持ちの片岡仁左衛門から罵られ、真剣の峰で顔を殴られたことがあった。これを見て、若太夫は、心が寒くなったと言い,い、歌舞伎の世界に見切りをつけたと語っている。自宅は、京都にあったが、晩年は、東映役員を兼任しながら、名古屋市中区近三丁目に三階建てのレストランビル、市営蔵ビルを建て、次男の高尾に経営を任せ、 二階に趣味と実益を兼ねた麻雀屋を改良し、月の半分ほどはここで麻雀三昧の日を送っていた。京都の本宅に住む妻とは20年別居し、晩年の20年は名古屋に住み、身の回りの世話は料亭の元女将がしていた。知恵像が亡くなったのは東京の病院であったが、鎮東にいたのもその女性だった。知恵蔵の遺体は寝台車で運ばれ、京都に向かったが、 知恵蔵を許さない妻が、京都の自宅での葬儀を拒否した。それでは、世間体が悪いからと当時の東映社長、岡田茂が妻を必死に説得し、密葬を、京都の自宅で、葬儀、告別式を、東映京都設営所長として行われた。知恵蔵は若い頃から、指南役の後藤啓太に勧められ、名古屋、伊豆、新州に土地を買い、他に、マンション経営や、 ガソリンスタンド、蕎麦屋などを所有し、資産額は数十億とも数百億とも言われ、日本映画界きっての資産家として知られた。牧野プロダクションでスターとなった知恵蔵だが、脱退を決意したのは中根義烈ミノルロック中心蔵での起用に橋を発していた。監督の牧野肖像は、いい用法を大石役に招聘して制作。しかし、 シンパの大統領と呼ばれた、いいのうねぼれた振る舞いに、現場は、猛反発。もともと知恵蔵も、嵐調査郎も、封建的な歌舞伎の世界に嫌気がさして、活動写真の世界に飛び込んだ俳優だっただけに、これには、呆れ果てたという。アラカンは、知恵さんやらわてが、牧野やめようと、密かに決心した理由の一つは、このいい用法と語っている。 さらに牧野正造監督は、以前に、中臣蔵の方眼の役はお前にやらせると片岡に、口約束していたのだが、言うに言われぬ事情によって、諸口重9を起用したのである。これに、知恵蔵が憤慨してしまい、牧野は、目違いをしているとさえ批判されもした。知恵蔵の抗議には、牧野監督も困り果ててしまい、奏で本の方眼はやらせると言うたが、 実際の朝の匠頭だと役所が違ってくるから、仕方がないやないかと苦しい答弁で知恵蔵をなだめ、代償として、両国引上げの場に47子を引き止める服部、小左小門の役を当てて、知恵蔵のメンツを立てた。この役は出場は少ないが座頭角で、特別出演者であるから、牧野としては、精神誠意知恵蔵を徴用したつもりだったが、その後いくつかの経緯を経て、 結局、知恵造の牧野だったい、独立プロ設立になろうとは、牧野は予想もしていなかったという。そもそも知恵造が牧野に入ったきっかけは、直樹33の引き合わせによるものだが、直樹は牧野に金を出させて、名だけ貸す、という不誠実な映画制作を続け、直樹35になって、初めて自分の原作を渡すことができたのが、知恵造支援のカラス組収穫島まきだった。 一方、牧野正蔵監督としては、入社以来くっつきすぎている知恵蔵と直樹の二人組には、最初から不愉快な気持ちを抱いており、知恵蔵の陰に直樹ありとして知恵蔵をやや敬遠していた。牧野正弘は、直樹は35になるまで牧野から銭だけ取って何もしなかった人であり、そんな高利専門の男からの個人的な紹介であったことが当然ながら、 最初から、牧野の不信感を買うことになり、知恵蔵の不幸であったと語っている。まぶたの母右は、林聖之介。結局牧野に入った、知恵蔵も、市川歌右衛門も、嵐勘十郎も、早くて一年後、遅くとも二年後には独立プロを作っているが、これについて知恵蔵は次のように語っている。知恵蔵は、知恵プロ創設の際、本人によると、厚かましくも、 伊藤大輔に監督を頼みに行った。当時伊藤監督はタイトルロールに名が出ると主演俳優以上に拍手が起こるほどの人気監督だった。だが伊藤監督はちょうど大菩薩峠殺入前で都合がつかず代わりに紹介してくれたのが稲垣と伊丹だった。知恵像はプロデューサーとしても才覚を大いに発揮、数々の名作を世に送り出している。 初期のチエプロ映画に漂う漂白の市場は文字通り米一章を買う金もなくお粥をすすってひたむきに活動写真を撮り続けた時代劇青春の自画像であった。後年ベスト10作品をほとんど独占したと言っても良いチエプロ時代劇の目覚ましい台頭はこの時の人間的運命によって約束されたのである。いわゆるスタープロの中でチエプロが 最後まで県類を守り得たのは偶然ではなかった。1931年、稲垣は、まぶたの母の映画化に動いたが、会社に反対され、宣伝部の玉木淳一郎の発案で、知恵像の名を語って、原作者、長谷川真に伝報を打つことにした。二人は首を覚悟で、まぶたやり足し、お許し行、片岡知恵像と伝報を打ったところ、長谷川から、まぶた、 OK と知恵像のもとに返事が送られてきた。これに、知恵像がカンカンに怒って、日活が否決した企画なのに、原作者から OK では、プロダクションの主として、双方に顔向けならぬ、その始末をどうつけるのかと二人を呼び出した。これに、稲垣が自分が辞めれば、知恵像にも誰にも迷惑はかかるまいと、責任を取って辞めますと切り出したので、知恵像は考え直し、 日活に、まぶたの母へ映画化の交渉をしたところ、稲垣の正月物の一心助けのヒットもあって、企画が通ることとなった。こうして、バンバの中太郎、まぶたの母が、知恵プロと日活の契約更新最初の作品として、制作されることとなった。初の人情時代劇ということで、オールスター共演となり、原作者の長谷川慎も撮影見学に訪れ、知恵像と、 すっかり仲良くなった。映画は大ヒットし、以後、長谷川の地遇を得た知恵像は、数多くの人情物のまたたび映画を作ることとなった。知恵プロ創立の頃、先生と呼ばれることを嫌った。一門の弟子たちは別として、稲垣監督らは、知恵さん、知恵プロと呼んだ。稲垣は、これは若く、書生っぽらしい知恵さんには、それがよく似合ったという。お天気屋だった。 バンドをツマサブロをなだめるため、安田憲法監督があるとき、はい音体のアップちょうだいとやって、一度和やかな雰囲気になったという逸話があるが、この話が出た後、伊丹万作監督が、では、音体のアップをちょうだいするか、ノーと言ったところ、知恵蔵が、おいおい、音体だけはやめてくれよと返し、では、本体ならよかろうということで、それ以来、知恵蔵のことを、本体と呼ぶようになった。 温帯と呼び出したのは、日活と交流するようになってからである。稲垣は、若く、諸生っぽらしい知恵さんには不似合いだっただけに、何か、新鮮さがあってよかった。今は、太公が、秀吉、宝願が吉経にとどめを刺したように、温帯は、知恵像の代名詞となったと語っている。知恵像を、園長と呼ぶ、1958年発足の、佐賀の学園という集まりがあった。 これは、チエプロ時代の仲間たちの同窓会で、会員のうち、チエプロ解散以前に、他社へ転じたい長きと、伊丹万作は、落大生ということになっている。時代劇の貴公子と呼ばれたチエ像は、当時の時代劇スターの中で一番のインテリであり、私は、剣劇が好きでなかったと言ってのけた、ただ一人の時代劇スターだった。巻の脱退後のチエの立ち回りは、コミカルで、 ユーモラスであり、快虐的で、裾をはだけた、ふんどし大サービスの大立ち回りが大いに受け、知恵プロの作品は、キネマ旬報をはじめ、数々のベストンを受賞した。本人があまりジャンバラをやりたがらなかったというだけあって、牧野正弘によれば、牧野時代の知恵像の立ち回りは、正直言ってあまりうまくなかったという。稲垣博士が知恵プロに入るときに、 牧野で知恵造映画を担当した小石栄一監督は稲垣に知恵プロへ行くんだって。あれ、立ち回り下手や、礼と声をかけたという。このため、稲垣監督もチャンバラのない写真を一生懸命考えたと語っていて、知恵造の叙情的な時代劇は牧野正弘監督に言わせれば稲垣監督がうまく見せたおかげだという。そんな知恵造だったが、 牧野正宏監督が日活から知恵プロに応援に行く頃には立ち回りが上手くなっていたという。昭和初期に自動車を持っていた時代劇スターは荒寛と知恵像、大河内伝次郎ぐらいのもので撮影所も静かだった。ある日、稲垣監督の家に知恵像がずぶ濡れ姿で飛び込んできた。別に顔色も変わってはいなかったが姿が異様なので、 稲垣が驚いて、どうしたのだと聞くと、稲垣の家のそばの歌野の弁慶の足が体形に、キャデラックごと落ちたのだという。知恵像は買ったばかりのキャデラックで、池の周りの舗装道路を無免許で、初運転していたところ、桜並木につい見とれて、カーブを曲がれず池の中に進んでしまったのである。怪我がなかったと聞くと、稲垣はすぐに高級車のことが心配になったが、 この車は随分長く池の中に放置され、引き上げた時には使い物にはならず、その代わり長垣はこの辺でロケをするたびに、ここが知恵像遭難の池だと噂をした。映画界が陶器時代に入ると、セリフの発生に大スターたちも宿泊するようになった。知恵像は自分の声に合わせた録音機を制作させたり、裏声の低音を使うように長垣らが進めたりして、 独特の知恵像の声を作り出したという。1931年、元六十三年で時代劇初出演の入江隆子を相手役にし、当時20代の知恵像は、お高の八重は鼻にかかった声、共演どころか女房にしたいくらいだと入江にすっかり惚れ込んでしまった。モダンガールという流行語ができた頃で、入江はその代表と呼ばれたほど様相が似合ったが、 日本曲げの振り袖は一段と美しく、知恵像は好きなマージャンも忘れるほど入江を思い詰めた。監督の稲垣博士もこうなっては、映画の演出の他に、両人のことも演出してやらねばならなくなったというわけで、何かと入江と知恵像が話せる機会を作ったが、撮影が終わりに近づくと、知恵像の寂しそうな様子が目に見えたという。撮影の最後は、 広沢池の弁天島に両人を残した大ロングということになり、稲垣はキャメラマンと望遠レンズで二人の様子を見ていたが、手を握るでなし抱き合うでもなし、お互いに肩を叩いたり笑ったり、そのうちに知恵像がカメラはどこやと、と怒鳴り出したという。この映画は新宿帝都坂井館記念の記念風切りとなり、両人は京都から舞台挨拶に登場した。 人気スターだけに恋を語る暇もなかったらしく、映画では、チャンバラの王者も日夜恋に悩むのを見て、稲垣は知恵蔵を急病に仕立てて、入江を見回せる手まで打ったが、結局何事もなかったと言い,い、翌年入江は田村道義と結婚してしまった。稲垣は恋はままならぬものであると実感している。知恵蔵自身は昭和19年に結婚したが、戦時の最中ということで、 大きな話題にもならなかった。極問島で、近代地公介を演じた知恵像。人形者、武士者、町人者、あるいは心理的、風刺的、活動的と、オーソドックスで芸域の広い知恵像は、出演映画の種類が多く、ちょっぴりが二股に愛嬌があり、長い間人気の王座にあった。中でも、老人やまたたびが得意で、ひょうひょうとした役柄は、何とも言えぬ。 したしさがあった。変わり身の面白さで見せる、遠山金四郎ものは、知恵像的役の一つで、形を変えていく映画化されても、大向こうの活采があった。戦前からの知恵像の代表的時代劇、遠山金四郎シリーズでの、金四郎の名リフについて、知恵像は次のように語っている。また、戦後の知恵像の、タラオバんないと、 近代地康介の人気源代劇シリーズについて、知恵蔵本人は次のように語っている。まぶたの母右は、時き美佐子。ユゆンんや歌合戦一番左。曲馬団の魔王、チアリ富士のポスター。太字の題名は、キネマ順報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。